高木です。またまた見つけてきちゃいましたよ。新しいレア自販機を、まあ、今までそのレアな自販機といえばカレーとかピザとかもあったし、ラーメンもあったじゃないですか。醤油ラーメンやったかな。今回はなんと豚骨ラーメンが自販機であるらしいんですよ。一番その自販機で再現しにくいんかなと思って、醤油とかよりそういう自販機がなんかその関東の東京の方にありますよって聞いて、というわけで本日は早速そちらの東京にある豚骨ラーメンの自販機食べていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。高木ショップとか髪の毛切ったんよ、ちょっと短めになったっていう。あー、どこついたー。最近これ多いね、逆光で。ほんまにコナンの犯人みたいなってるよ。コナンの犯人完全に黒タイツやろ。ということで本日はこちら東京のお台場にやってきました。めっちゃ綺麗やん。すげえな。ほらだって見て、タワマン。そういうとこにすぐ狙っちゃうっていうね。今回たけやき初めて、お台場の方に来ました。こんなおしゃれな場所に自販機の豚骨ラーメンがあるということで、今までのイメージやったら、ま、ぶっちゃけ結構なんかレトロ自販機とかさ、若干偏僻なとこにある感じやったんですけど、結構こう大都会ですよね。だから早速こちらにあるみたいなので行きましょう。この建物の2階にあるらしいですね。みんなでお買い物、台場一秒商店街。すごいなんかレトロな雰囲気の場所ですね。あ、なるほど、そういうことか。さっきまですごいおしゃれな場所だったけどさ、なんか言ってたやん、どっちかって言ったら偏僻なところにあるイメージがあるって。多分このレトロコーナーみたいなところにあるんじゃないかな。なんか昔ながらの駄菓子屋とかある。ほら見て、昭和のおもちゃ博物館とかさ、僕の子供の時にあったゲーセンよりもうちょっと古い感じのゲームセンターとかです。あ、ほらほらほら、ここや、このぐるぐるのやつとか。あんまり見えへんくなったんだよ。いや、懐かしい感じ。ただの急におしゃれなカフェ。今時のクレープ屋さん、急に変わったな、テイスト。今日のカメラマン、UMOのスタッフさんなんですけど、許可取ってるんですか。多分取ってない。なんかな、どういうやつなの。人気ゲーム機が入ってるかもしれへん、ラッキーボックスってこと。はい、これ無断転載みたいです。どうせだったら1個買ってみようよ、クリスマスカラー。この赤とさ、緑の色合い見てさ、色してたらクリスマスカラーと思うかもしれんけどさ、食事用病かな。なんか一覧っぽいなって思っちゃう。とりあえず買ってみよう、これ。シルクも買ってるし、買ってみよう、俺も。子供のお楽しみボックスって書いてんのにさ、北斗の拳のミニパチンコやで。すごい。これ子供が当たって嬉しいの。ちょっともう一個、もう一個で、まあまあまあ、いいか、もう一個あります。見たこともない熊のキーホルダー。この奥に、先ほど言ってた豚骨ラーメン自販機あるみたいですけど、本格的な豚骨ラーメンの自販機ってどんなんなんやろ。すげえすげえすげえ、 あったあった、これや、豚骨ラーメン自販機。味噌ラーメンとかもあるやん。すげえ、黒豚横丁醤油ラーメンとか。初
初めて見るようなばっかあんねんけど、昔懐かしいチェリオとかもある。これやな、求めてた今回の1個400円って、まあ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 安いんかな。昔よく行くレトロ自販機とかやったら300円ぐらいでしたね。あったかいって、ちゃんとあったかいって、あの自販機のこうジュースみたいに書いてる。すげえ。味噌、豚骨、醤油。というわけでこちらが本格ラーメン自販機でございます。ちょっと想像してたのちゃうかった。今までみたいなレトロ自販機みたいな感じと思ってたから、完全にこの街中とかで見るタイプの自販機なんで、どうせやったらちょっと電子で買っていこうと思います。どんな感じで出てくるんだろう。じゃあまず普通に味噌からですね。あっつっ、めっちゃ熱々や。この調子でじゃあ豚骨も醤油ラーメンも、以上見つかったんで、これを向こうで食していきましょう。でもこれ保存できんのかな。賞味期限いつなの。2022年まである。どうせやったらちょっとお土産にもっと買っていこうか。はい、というわけで、一旦席に着きました。醤油と豚骨と味噌ラーメン、こちらを全て食べていきたいと思います。言うてね、いろんなラーメン屋回ってきてるからね、自販機のクオリティはいかに。出すよ。おお、感動するこの感じ。なんか匂ったことあるね。ラーメン屋の裏の匂いする。ラーメン屋の裏の匂いする。醤油ラーメンいただきます。ちなみにこれヘルシーなこんにゃく麺らしいですね。ヘルシーなこんにゃく麺だから伸びることがなく、いつまでもコシのあるツルツルした食感が楽しめますと。ラーメンと思って食べたらあかんかも。だしは結構ね、ラーメン再現できてるんですよね。まあでも高い小麦粉麺やったら超伸びんもんな。多分こんにゃく麺じゃなくてあかんねやろな。あーすげえ。でもちょメンマも入ってんねや。うん、あメンマはマジでラーメン屋のメンマって感じ。お疲れ様です。いや、続いて今回狙っていたこちらの豚骨ラーメン。おお、すげえ。ちゃんとこのビジュアルの豚骨感を再現してきてくれてんのよな。めちゃめちゃ匂い豚骨じゃないこれ。しかもこっちはね、特製チャーシューが入ってるらしいんですよね。おお、すげえ。チャーシュー、いただきます。あ、でも麺はどれも同じこんにゃく麺なのね。あーでも醤油より美味しい。豚骨のスープの再現度はすごい高いと思う。そして最後こちら、九州門の火の国うまか味噌ラーメン。とにかくね、カロリーめちゃめちゃ低いんですよね。48キロカロリー。え、醤油ラーメンに至って26キロカロリーやね。この味噌ラーメンが34キロカロリーやって。いただきます。まあまあでも再現度は高いかな。すごい低カロリーなんで、女性の方とかはいいかなって思いましたね。うん、ごちそうさまでした。はい、というわけで今回のね、本格ラーメン自販機でしたけども、僕がいつも言ってるような手作りの自販機ではなくて、普段目にするようなあの自販機で売ってるということで感動しましたね。でも賞味期限がすごいめちゃめちゃあるから、2022年とかだからあと2年ぐらい持つんですね。まあちょっとこんにゃく麺ということで、まあ、ラーメンとしての美味しさは僕の中でちょっと半減したけど、まあでもカロリー的なこと、それこそ最近さ、すごいなんかダイエットしてるとか言ってるやんか。だからそういう面ではすごいなんかちょっとありがたいなって思いましたね。それでは先ほど1個お土産用に買ったんで、まあ、家に持ち帰って大阪で、まあ、もう一つ最後食べようかなと思います。ありがとうございました。あーというわけで大阪に帰ってきました。新幹線と途中の新大阪駅までとか、まあいろいろ含めたら3時間かかる。結構遠いよねやっぱり。というわけで大阪、ただいま。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 ということで、ちょっと振っていいよ。はい、どう。いただきます。はい。おん、なんでね。ちなみにこんにゃく麺ヘルシーやね。脂質がないやん。そう、ちょっと分からへんけど美味しいな。なるほどな。ほんまに思ってる。決めた。